いや、これね、だからさ、やっぱなんか名前が時代を作るっていうのはあると思うんだよね。<ー>時代が名前になるんじゃなくて、名前自体が時代になるみたいな名前選考で。なるほど、その、出会い系をマッチングアプリと呼びみたいなな。それは分か <laughs> <laughs> すぐそれが出てくるお前の脳が心配だけど。なん <laughs> でだよ。いや、俺やっぱね、常々思うのよ。プレミアリーグが流行った理由って何なんだろう、みたいな。<ー>人気出た理由って何なんだろうと思って、まあ、金ンだからとかお金があるからとか、もちろん絶対あると思うんだけど、うん 俺最近の流行りの元となるのって、俺ビッグシックスというワードが偉大すぎるなって思うの。はい <laughs>、まあ、ビッグフォーはな、そう。思って前くらだったけど。ビッグシックスってめちゃくちゃキャッチーじゃん。うん。で、6個も強いチームあるんだって、錯覚するじゃん。はい,はいはい。実際はシティがほとんどよ。<laughs> ビッグシックスとか行っちゃって。 でも、ビッグシックスっていろんなチームがあるから、ええー、そんな、なんだ、軍友活気をしてるんだって言いながら、プレミアリーグに興味をさ。うんうん、まあ、唯一対抗リバプールぐらいだ。そうそうそう、唯一対抗、正直、シードリバプールしか優勝してないんだから、えー、そんなもんそうなんだよね。<laughs> ビッグシックスもクソもないんですよ、こんなのっていう。まあ、チェルシーはな、まあ、あそうだね。CL 撮ったりとか。取ったりとかあるけど。そう,そうそう。リーグってなるとそうだよな、マジ。だから、セリエとかさ、ビッグシックスとかあったらさ、 どこどこ今どうなんとかなりやすいじゃん。<laughs> 作れなくはないんじゃないのだからさ、なんなんだろう、このビッグシックスっていう言葉をあの作って、それを浸透させたっていうのがやっぱ近年のプレミアリーグの俺は功績なんじゃないかなっていうふうに思ってて。確かにもう入りは大体そっちだもんな、マジッチ位だもんね。<ジ>強いチームっていう考えるとさ、<laughs> そうセリエのなんかなんだっけ、セリエも7チームな、なんちゃら7みたいなのあるじゃん。 セブンシスターズか。セブンシスターズそう,そうそうそう。セブンシスターズがさ、ずっと流行ってったら、多分セリエもうちょい人気あったんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。<laughs> えなんで、インテルなんだっけなんだっけゆうべ、アトラン、あ、なんだっけなんだっけ、セブンシスターズって。2090年代とか2000年代とか。え、90年代に呼ばれてた。ミラン、インテル、ユベントス、ナポリ、アタランタ、ラッツヨ、ローマ。え、違うでしょうこれパルマとかでしょうそう。あ、ひ、え、パルマ そうパルマとか、だから、あのー、あれなんだっけあのあれ、ブッフォン排出した時の。はあ、セブンシスターズってちょっと惹かれるな、確かに。あ、そう、フィオレンティーナとか、そう。<あ>そこら辺がなんか、強かったよな。インテル、ミラン、ユベントス、パルマ、フィオレンティーナ、ローマ、ラツィオとか。あ<ー>このセブンシスターズがさ、<laughs> ずっと流行ってたら、セリエめっちゃ面白そうじゃないだから。神セブンと。神セブンが。 っていう。でも何人かまとめて何かで腰を呼ぶの確かマジあるかも。そうでしょう。そ,うそれがやっぱ流行りを生むんじゃないかっていう。流行ってるチームを呼ぶのではなく、その名こそが流行りを生むんじゃないかと。まあそういうふうに思ってるなんていうふうに思ってました。はい。<laughs> なんか老 <laughs> いを笑ってた方。<笑><笑>どうした急に。えー